ますよ。赤ちゃん始めるよ。じゃあ最初僕少し喋って、はい、1曲かけてコマーシャル行って、その後ご紹介しますんで、はい、2時35分頃の登場となると思います。はい、石峰さん、今日はもうプロジェクトの石峰さんで紹介していいんですか？はい、もうミネプロと全く別物なんで。わかりました。ミネプロの話は控えますか？じゃあもうこっち中心に。いや、大丈夫ですよ。比べても大丈夫ですか？大丈夫です。チョコあげる、彼より先にインスタへ。はい、メリーチョコレートという会社がですね、第21回バレンタイン今時川柳というのを、昨年の末から募集しまして、1月に発表になったんですけれども、まあ先ほどご紹介したのが優秀作10選の一つなんですね。まあ、今時のこの言葉を交えたり、いろんなこのチョコレートに関することを川柳にして載せてるわけなんですけどもね、僕も一句ちょっと言ってみたいと思います。はい、チョコレート別に甘いの好きじゃない。はい、頑張ります。皆さんこんにちは。時刻は午後2時30分を回りました。昼からイブニング、パーソナリティのイラミナセイキです。いや、バレンタインデーですか今日は。はあ、2月の14日いかがですか？今日ここ来る前にスーパーにちょっと寄ったら、まあまあのおばさんがまあまあの大量のチョコを買ってましたけど、仕事用でしょうね。最近のバレンタイン、まあ近年と言った方がいいでしょうかね、本命、義理チョコの他に友チョコ、もう挙句の果てには自分チョコなんつうのも登場してますけれども、それただの買い物だろうって言いたいわけなんですよ。だって僕、ゴニバでしたっけ、その義理チョコやめた方がいいぜ、あ、友チョコやめた方がいいぜみたいな話ちらっと出てたと思いますけど、もう大賛成でございます。もう女の子同士でチョコレート、そんなチョコあるんだったら男の子に渡してあげてくれっつう話なんですよ。まあ、僕らおっさんたちはそんなチョコレートを1個2個もらったどうのこうのという話はしませんけれども、やっぱり学生の皆さんはもう意気揚々と来るわけですから、1個でも多くもらったぜという、そういった自慢話をね、作ってあげれるようにぜひ世の女子たちは協力していただきたいというところでございます。さあ、この番組はゲストとともにお話ししながら小ネタにできるようなさまざまなランキングを紹介していく情報バラエティ番組です。昼と夕方の間の30分どうぞ何かしながらお楽しみください。この番組ではメッセージもお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスやユーストリーム、サイマルラジオでもお楽しみいただけます。少しラジオの電波が悪いなと思われる方は、お手元にネット環境があれば FM ギノワンのホームページより覗いてみてくださいね。いや、本当にバレンタインって年々様変わりしてくるなと思うんですよね。どんな形でも義理チョコをもらうとね、男は、ああ、これ1ヶ月後のホワイトデーに返さんといけないなっていう義務感にとらわれるわけですけれども、最近僕発見したんですけど、携帯のメモ機能にもらった人をメモして忘れないようにするっていう、こう大人の対応をね、ちょっと今年も頑張りたいと思います。さあ、そんな今週はオープニングはモンゴル800でターコイズ。あ、すごい、さすが関さん、さすがです。なんすか、面白い。 ありがとうございます。どういうこと、なん急に。いや、さすがだなって話してます。俺、FM 浦添からこっち来てるぞ。はい、FM 浦添で、まあ、言ってたんですけど、
練習してきてるわけじゃん。あ、はい、もうバンバン、これからもっと本番出ますから、はい、調整しますんで。うまい。だって FM がそういうの DJ ってあるんですよ。あの元吉本芸人なんですけど、そんなのです、はい、じゃあ僕プロですか。お金もらって頑張ってます。まあそう言っちゃったらあれですけど、面白い人はもういくらでもいますんで。いや、すごいっすね。さあ、バレンタインだからあまり多くの方は、追加するご覧になられておりませんけれども、昼からイブニング、今週もよろしくお願いします。今日はですね、もう映っておりますけれども、お二人、ゲストの方お呼びしております。今日はいろんな話聞けると思いますんでね、メッセージの方もバンバンお待ちしてます。あの、先週来週ケンタロウが来るよっていう話をしたら、はい、ラフィットのカテカラさんが、あ、はいはい、あのケンタロウの生徒になったっていう話をちらっとしてて、うん、だから来週来ますよって言ったら、あ、あの帽子の人ですよねってコメントで、ね、なんか僕のファンが隠れてできてるみたいで、できてるんですよ、嬉しい限りです、ね、地味にいるという地味なもう絶対帽子は取らないですから、ね、絶対にトレードマークにしちゃう。じゃあそろそろ行きますね。はい。あ、サビか。終わってたんでしょう。できます。さあ、お送りしたのはモンゴル800でタコイズでした。ヒルカライブニングは、少しでも多くの皆様のライフが楽しく過ごせるお手伝い、リノベーションのことなら有限会社徳政工業ラフィット、創業45年、これからもご要望以上の製品作りを目指す玉木鉄工、ヘアカラーとヘッドスパの店、那覇市式名の美容室マリーゴールド、以上各社の提供でお送りします。これ最近肩書き変えたんですけど、変えた肩書きでいいですかね。はい、あ、じゃあその肩書き触れるわ。誰なんていうか。あ、わかりました。わかりました。ゴージャスじゃないってことも。いや、なんか、まとわクリエイトの、なんか、あれなんですよ。魅力発信クリエイターにしたんですけど、感動クリエイターっていうところにちょっと持ってきた。あ、そう。はい。いや、まとわクリエイトのって書いちゃったこれ今日。あ、いいっす、いいっす。大丈夫。まとわクリエイトのって言います。あ、オッケーオッケー。の中のっつう話。あ、そうそうそう。あ、そういうことだ。中の。まあ、もう取っちゃえばいいんすけど。じゃあ、まとまクリエイトのでいきますね。わかりました。はい、じゃあ、俺も紹介するわ。俺がまとまクリエイトで紹介するから、また説明してもらえればいいかな。はい、お願いします。よ。改めまして、こんにちは。昼からイブニングパーソナリティのイラミナセイキです。それでは、早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。まずは、動画求人サイトプロジェクトより石峰さんと、的場クリエイトより健太郎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもお二人、ご無沙汰しております。はい、久しぶりです。ようこそ昼からイブニングへ。ありがとうございます。元気、楽しみです。元気してました？めっちゃ元気でした。本当ですか？会いたくてしょうがなかった。最近食べた一番美味しいものは何ですか？サーターアンダギー。お、うん、じゃあチンスコー。お、うちなんちでございます。一瞬詰まってしまいましたけど、まあよろしくお願いしたいと思います。さあ、ケンタロウ、なんか的場クリエイトのって今紹介しましたけど、はい、さっき曲中にちらっと話してたら、はい、なんかまた企んでるらしいですね。はい、企んでます。肩書きをちょいちょい変えようと。ちょっと変えました。どういうこと？この3ヶ月で2回ぐらい変えたんですけど。お、定着しないよ。今はあの感動クリエイターっていう、感動クリエイター佐久本健太郎っていう名前でお仕事させてもらってます。感動クリエイター、はい、これ何、具体的に何かやってんの？
僕動画とデザインを作るのがお仕事なんですけど、はいはい、そのただ動画とデザイン作るんじゃなくて、うん、あのこれを受け取った人の感情が動くような、うん、おなんだこれってこの感情を動かすデザインっていうのをものづくりし していきたくて、でそれで感動をクリエイターにしようと思って、うん、なるほど、はい、それで活動してます。今の話だけでも感動したから俺。あ、よかった、ありがとうございます。感動クリエイターだわ。感動クリエイターじゃなくて感動の方ですシュプリームさんから、はい、早速ツッコミをいただきましたけど、ありがとうございます。さあ、そして石峰さん、はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰します。前回のご出演が昨年の10月か11月かぐらいだったと思いますけれども、ね、はい、元気してましたか？元気します。もう相変わらず忙しいです。なんか今日はいろいろとまた悪巧みの話を教えていただけるということで、そうなんです、楽しみにしておりますけれども、よろしくお願いします。はい、早速ですけれども、あのご紹介の時にですね、動画求人サイトプロジェクトのということで、お話しさせていただきましたけれども、これなんですか？はい、ですね、まあ、いわゆる求人サイトなんですけれども、はい、まあ、動画でですね、まあ、企業さんの魅力だったりっていうのを、うん、紹介していこうという、うん、感じですね。これごめんなさい、動画で求人っていうと、はい、なんか聞いたことあるなみたいな印象もちらっと湧いてくるんですけれども、はいはいはい、今までにこういう形って沖縄にありましたか？まあ、ちょいちょいあったとは思うんですけれども、うん、まあ、私どもはそれを特化して推していこうという形でございます。はい、時代ですね。やっぱり今までこの写真とか文字媒体での求人広告が主だったと思うんですけれども、うん、はい、まあ、それに動画を付け加えるによってより鮮明にっていうんですか、うんうん、まあ、伝えることができるかなと。分かりやすいですよね。はい、ほら最近はもう説明書も読まない時代になってきましたんで、うん、そうですよね。まあ、今現状の求人サイト等々、求人誌等々たくさんあって、はい、それを活用されてる人たくさんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、なかなかこう目を全部通さないっていうかですね、そんななんかちょっと時間作って見るかいなっていう話になってくるので、動画だとちょっと楽しんで見れるのかなっていうワクワク感なんかもあったりするような気がするんですけど、今回その動画で求人っていう風に踏み出したきっかけみたいなのってあるんですか？そうですね、実際のところ僕が欲しいものですかね。あ僕があったらいいなって思うものをただ形にしたような形なんですけども、うん、でも、まあ、前回お伺いさせていただいた時、はい、ミネプロという人材派遣会社でお伺いさせていただいたんですけども、はい、やっぱ人材派遣会社っていうとなかなかこの企業さんの魅力を発信できなかったっていうのもありまして、うん、まあ、そうですね、それを、まあ、打開するためにどうしたらいいんだろうと考えたときに、まあ、別で、まあ、プロジェクトというサイトを作らさせていただいて、うんうん、まあ、そこで、まあ、企業さんの細かい情報とかですね、うん、伝えていければなと思っております。なるほど、まあ、一番目に見えてどういう店でどういう現場でどんな感じで働いてるのかみたいなのが目に見えるとなんかちょっと踏み出しやすい気がしますね。そうですよね、やっぱり実際に店舗とかだったらですね、見に行けるはすると思うんですけども、はい、やっぱ中になかなか入れない企業さんだったりとか、どういう人が働いているのかな、どう、まあ、まあそういうのって見れないと思いますし、 できればこの経営者とか管理職の方が、はい、うちの会社こうですとこういう方針ですとか、あとは行動指針だったり経営方針だったりっていうのを、うん、まあ、その動画の中でアピールできたら、やっぱその辺で共感してもらうっていうことを僕大切にしてもらってまして、はい、で、共感してもらってエントリーしていただいて、うん、そこでマッチングできればいいかなと思っております。まあ、動画という部分では当然健太郎も、はい、絡んでると思いますけれども、はい、どうですか、実際こうやって求人サイトの動画を作ることになって、もう数件動画の方も、そうですね、数件ありますね。はいはい、続きあります。取材とかめちゃくちゃ楽しいですよ。あ、好きそうね。めっちゃ楽しくて、うん、なんていうの、もうこのお店の中の人と喋れたりとか、うん、こう裏側が見えたりとか、こうやって、うん、例えば飲食店さんだったらこうやって作ってるんですねとか、もういろんな方に触れ合えるので僕めっちゃ好きです。うんうん、実際その動画には、求人の動画には、うん、そのお店の店長さんであったり働いてる方々が登場されるような動画、はい、そうですね、はい、これ助かるんですよ。いろいろバイトの面接なんか行こうにも、はい、なんか仕事は面白そうだけどどんなやつがいるんだみたいなのがやっぱ気になる時あるんですよ。こういう業界ってなんかちょっとすげえごつい柄悪い兄ちゃんたちいいんじゃないかみたいな
でも実際もう話を聞いてみると、あすごいいい人たちなんだなっつってバイトも楽しくなっていくんでしょうけど、まずその取っかかりがですね、はい、入り口が広いと助かるなっていうような、そんな気がしますけれども、清水さん、実際この求人サイトのプロジェクトという、まあ、ローマ字でプロジェクトなんですけれども、まあいろいろとこれから今もう動き出してると思うんですけど、はい、例えばどうやってこうこのプロジェクト見れますかとか、あとはこのプロジェクトに掲載するにはどうしたらいいですかみたいなのってどうしたらいいですか。そうですね、今のそうですね、まあ、基本的に検索してもらった方が早いではあるんですけど、検索で出てくるみたいな話で、はい、よろしいんですよね。私どもいろんな企業さん訪問させていただいて、まあ、掲載企業ですねっていうので、まあ、ポスター等も貼らせていただいてますので、はい、まあ、そちらに URL コード読み込んでもらったりとか検索してもらったりすると、うん、まあ、応募フォームもありますの で、はい、でその中にもあの掲載料金だったりとか、あの明確に記載させていただいておりますので、なるほど、はい、見ていただければ分かりますということで、はい、あのフライヤーをチラシをね、先ほど僕も手元にあのいただいたんですけれども、ほんとね、あの2人らしいなと思ったんですよ、これ見た時もう必要なことしか書いてない行で言ったら5行です。 QR コード入れても、はい、求人サイト、はい、プロジェクト、真ん中に QR コードがドーンとでかくあって、で仕事選べますよ、はい、URL みたいな、なんかそんなことでしょ、はい、もう担当直入ですよね、もう分かりやすいんですよ、はい、でなんかもう、はいはい、何があってどこどこがあってみたいな、そういうことも書いてないので、まずはちょっと携帯かざして、はい、見てみようかっていう気になるような気がしますけど、まあ、これからいろんなところで、見れると思いますけれどもね、はい、動画求人サイトプロジェクト、ぜひ見かけた際は携帯の方を照らし合わせてよろしくいただければなと思います、はい、さあ、お二人にはですね、まだまだこの動画サイトの求人サイトの件もそうですけれども、健太郎の最近の動きもこの後伺ってまいりますが、はいはい、まずはこのコーナーこなしていた、もうお二人にも参加していただきたいと。この瞬間大好き、もう大好きも言っときますけど、僕がこの瞬間一番ドキドキしてるんですから、ね、あ、そうなんですね。そうですよ、そうなんですね。今日清水さん来るって言うからランキング2つ用意したんですけど、1個はもう潰します。おー、どっちになるんだろう。ちょっと1個やばいのを持ってきたんで後で教えますそう、楽しみ、はい、昼からランキング、昼からランキング、この時間は誰かに話したくなるようなさまざまなランキングを紹介していくコーナーです、今週のランキングはですね、世界の変わった職業ランキング。世界にはいろんな変わった仕事がありますよというのをですね、お二人を交えてご紹介していけたらなと思います。まあ、初めて耳にする職業等々もたくさんあったんですけれども、調べていくうちにですね、あのこんなんあったらやってみたいなと思う方はですね、ぜひ、動画求人サイトプロジェクトの方で検索していただければこれから出てくる可能性ありますんでね、早速第5位からご紹介してまいりたいと思います。どうですかお二人、今までのお仕事バイトの経験を生かしてこんな面白い仕事ありましたよみたいなのさらっとありますか。健太郎なんかありそうね。僕そんなないですね、普通のバイトばかりですので。本当ですか。コンビニとか。ああ、はい、いいっすね。僕はコンビニでバイトしたことないんで。あ、そうですか。すごい大変だろうなと。めっちゃ大変です。ですよ、ね、はい。石宮さんは逆にもう山ほどありそうな気がします。バイトではないんですけども、はい、まあ、自分で派遣で契約を取って、うん、自分で現場に入っていくっていうのはもう結構やりましたんで、ね、あるんですよ。一番面白かったのは、ボーリング場ですかね。ボーリング場ボーリング場、ボーリング場の裏側見れると面白いぞ。あの機械の裏どうなってんすかね。気になりますよね。めっちゃ気になります。あのどっか取材できたらアップします。あ、ぜひぜひそっち見たいわ。楽しみになってきましたね。それじゃあまず、こんな世界には変わったお仕事ありますよランキング第5位。ナンバー5、はい、これ変わってますけど、ウォータースライダーテスター。なんだそれ。はい、まあ、夏場なんかになるとウォータースライダーなんつってプールに滑り台がありますけれども、 あれを、テストする人だそうです怖っ。あ、でもそれなんか似たようなの先輩やってました。あ、やってた。なんか非常用の、ダストシュートみたいなところをヒューって降りる場合とか。そうそう、なんかね、主に学生さんたちがやることが多いらしいんですけれども、まあ、その速度、水の量、安全性などをこう体で確かめる仕事。これスタントマンと違うんですか。これ違うみたいですね。で、学生のアルバイト的な仕事らしいんですけれども、短期のトップの人はですよ、
そのウォータースライダーテスターのトップの人は年間300万マジで稼ぎ出すということらしいですよ。まあまあ世界の話ですからね、それもあれですけれども、沖縄にももしかしたらあるのかも、やったことあるぜっていう方、要塞降りるのかな、いらっしゃるかも。いろいろ書類書かされそうですけど、サインこことここに書いてくれっつってそうですね、ありそうな気しますけれども、はい、どんどん参りましょう。第4位、ナンバー4、はい、これ特殊ですね。大統領の毒味役、毒、おお、なんか昔の日本にもあったっぽい気がしますけれども、アメリカではホワイトハウスで提供された食事を除き、ホワイトハウスで提供されたもの以外の、食事について大統領が口に入れるものは毒味薬が先に試食することになっているということですね。まあ、アメリカだけでなくロシアや他の多くの国にも、こういった毒味薬という役職が使われているということでございますね。すごいな。具体的な金額は書いておりません。おでも高そうですね。結構すると思います。命かけてますからね。ねえ、うん、そんな盛るかね、毒ね何が起こるか分かんないですねそうですね、レジデントですから、腐ってるみたいな話の、あ、まあ、ないとは思うけどもなかなかボロい商売なのか分かりませんけどはい、そういうランキングでございました。じゃあどんどん参りましょう。第3位、ナンバー3、はい、第3位、これさっきの大統領と非常に近いです。ペットフードテスター。何ですかそれ。はい、もうこれはそのままです。犬や猫などのペットフードを実際に人間が食べて、その匂いや、栄養価等々の新商品などのアイデアも、こうやって出すようなお仕事らしいですね。ほー、あれ食べれるんですね。そうそう、だから犬や猫の毒味薬でございます。なんを人間がやるというまあ、政府なんですまあ人間食えるみたいですからね。あ、でちなみにですけど、このアメリカの話ですけど、アメリカではこの初級のフードテスター、まあ、新入りですね、うんうん、新入りのフードテスターが年収300万。え、初級で、はい、専門家レベルで年収800万。へえ、すごっ。出たそうです。転職したいね。もうプロジェクトに掲載して求人掲載プロジェクトに載せていただいて動画撮りに行かなきゃならない。市町村から僕が手食ってるとこ動画撮らなきゃいけないケントロのリポートも入りそうな気しますけれどもね。面白いな。いろいろありますね。さあそれじゃあ第2位参りましょう。第2位、ナンバー2、これ沖縄にもあると思います。ゴルフボールダイバー。これですね、ゴルフコース内に池とかあるじゃないですか。そこに潜ってゴルフボールを取ってきて、取ってくるという仕事ですね。へー、これ驚きますよ。まあ、ある話ではゴルフダイバーはボール1個あたり平均80円の報酬をもらうらしいんですけど、うん、高、ゴルフボールって高いですよ。1個300円とかするやつあったりするんで、はいはい、80円もらうんですけど、このトップのゴルフボールダイバーは年収1000万以上稼ぐらしいです。年収1000万でね、多い時は一つの池で5000個のボールを見つけることもあったりして、それだけで40万40万っていう形らしいですよね。どんだけ深いバンカー、バンカーじゃないや、あの池なんでしょうね。まあ、もしかしたら、まあ、ただですね、これ付け加えると、この海外には池の中にワニとかこ噛みつきガメ的なやつがいて、結構危険を伴うらしいという。あ、なるほど。なんでゴルフ場にそんな飼ってんすか。あ、もういるのよ。大自然、大自然、まあ、大自然だからマスターズ、らしいということですね。はい、じゃあちょっと時間もないんで第1位参りましょう。第1位、ナンバー1、はい、世界の変わった職業第1位、電気ショックギバー。言いづらかった。電気ショックギバーですね。これですね、バッテリー式の放電デバイスを使って1回200円から400円ぐらいで酔っ払ってる人に電気ショックを与える仕事です。与える方ですか。はい、でこれ何のためにやるかっていうとですね、これメキシコとかのバーとかクラブとかで人気になっていて、電気ショックを受けると二日酔いが冷め、より熱狂的になるとされてるらしいということですね。で電圧については70ボルトから85ボルトぐらいの微量の電流らしいですけれども、うん、酒に酔った人にビリビリされてウェーイってやる仕事ですちょっと理解に苦しい非常に変わったお仕事もありますということでございましたね。はい、ちょっとお時間もないので駆け足になります。以上、昼からランキングでした。
ありがとうございます、スプリームさんからトランプ大統領は暗殺を恐れてハンバーガーしか食べないらしいですねリアルなリアルな話そうなんですねみたいですね。まあアメリカ人ですからね、はいさあ、今週はですね、動画求人サイトプロジェクトより、石峰さんとそして的場クリエイトより、ケントロー来ていただいてます。改めてこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ちょっと時間も差し迫ってまいったんですけれども、はい、改めて石峰さん、はい、この動画求人サイトプロジェクト、について教えていただきたいんですけれども。はいはい、弊社はですね、動画を通して企業様の魅力を伝え、またそれ求職者の方にもですね魅力をたくさん伝えきれるような、いい仕事だと思ってますので、まあ、皆さん、一回検索してみてください。はい、動画求人サイト青い文字でプロジェクトという大きな文字とそしてさらに大きな QR コードが真ん中にあるチラシ見つけたらですねぜひ携帯の方かざしてみたいと思います。そして健太郎、はい、ごめんね、いろいろあちこち最近県外にも足伸ばしてるみたいですけれども、はい、1点だけ教えてくれ。はい、なんすか。福岡の方教えてくれ。あ、福岡の方そっちまあ、はい、言えばあるビジネスを紹介されたんですよ。気になる女の子と言ったら、はいはいはい、なんだそれってなってちょっと失恋気分で帰ってきましたよ。あ、そうですか、はい、かなり欲しかった。はしょりましたね、はい、でも僕は感動してますからね。ありがとうございます、はい、何なのさあ、今日は本当に駆け足 だったんですけれども、また来月ですね、石峰さんと健太郎にはぜひゲストでまた遊びに来ていただいて、もう少し詳しいお話、はい、また皆さんに発信できると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。昼からイブニング、この番組は、お相手はイラミナセイキでした。それでは皆さん、良い午後。変な締め方になっちゃいました。何だったんだろう、今。すみません、慌てました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとこちらもします。しぶりさんもいつもありがとうございます。変な締め方になってしまいましたけれども、また来週よろしくお願いします。